はい、おはようございます。おはようございます。今日は私の五葉松を持ってきました。またこの木をですね、より良くしたいってことで、まあ、菅さんにいろいろと聞いて、よりいい盆栽にしていきたいと思いますので、はい、ちょっと持ってきてみました。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、三島さんの構想、私の構想、はい、まず正面なんですけれども、木をこのようにぐるっと見まして、まあ、多分こちらを正面で作ってあるんだと思うんですね、うん、こちらだとなんか隠れてる感じがあるので、はい、まあ、こちらに変えて、まあ、一番はこの根上がりを強調させようっていうことで角度をちょっと変更したいと思います。なのでこの角度だとペラペラなんですよ、はい、根毛がペラペラの根毛なので、厚みを持たせる角度変更をして、これぐらいかな。でこの一の枝を少しこの幹を邪魔しているので、こちらに動かしてあげて、まあ、ここをまずドーンと見せよう。でそしてオーソドックスでありますが、まあ、半圏外の形に伏せて、ここで、棚を作ってあげてっていう、まあ、よくある半圏外の形、はい、に持っていこうっていうのが私の構想です、はい、なるほど、はい、以上です。では、じゃあ盆栽級ディレクション、僕の、はい、旧マサトディレクションですね。旧マサト、はい、ディレクションは田口旧じゃない、田口旧のディレクションは、うん、角度同じぐらいだと思います。はいはいはい、これ出がわ悪いじゃないですか、うん、ここ、うん、これ一発目の僕これ切っちゃいます。切っちゃう僕ならで、これも切ります多分。ああ2つ切っちゃう。でね、ここの曲がいいんですよ。ああそこを見せるため、ここの曲がいいんでこの2本切っちゃって、うん、でね、多分これこっちが差し枝になるのかな。こいつですか。こっちをどうにかして差し枝にして、でこの辺頭にして、でこの辺下げて裏枝にして、この辺でコンパクトな感じにするかな。でもそうすると、うん、ここと並んじゃうんで、多分もうちょっと角度こういう、うん、こういう感じにして、なるほど、この2本なし映ってるのかな。自分で分かります、分かります、はい、なるほどね。でこれこっちに曲げて差し枝にして、うんうん、これ頭、はい、これいらないかもしれないけど、うんうんうん、ちょっとキュッとやって、うん、そうするとコンパクトに、はあ、はあはあ、確かにできるんじゃないかと。へえ、すごいね、はい、そういう、ある、はい、わかりました、はい、それじゃあ、カンタズディレクションを大先生の、で、ちょっとこの木を拝見したところ、セオリー的に出方とか枝の間伸び感とかっていうのが、はい、やっぱこれが結構ネックになっているところですね。で、お二人が言ったようなこの角度っていうのは僕は全然ありだと思うので、角度はこれぐらいにするにしても、うん、じゃあ差し枝をどれにするのかっていうのが一番の重要なポイントになるかなと。なるほど。シダっていうのはやっぱりね、厳しさとか力強さとかっていう表現するに一番重要な枝なんで、やっぱり一番力強く出てるところが、まあ、差し枝になり得るんですけど、今のところだと大きいのはこの枝なんですね、今ね、うん、この枝なんかはまだね、いいところから出てはいるんだけど、まあちっちゃすぎるっていうと、はいはい、あとは、Q さんが言ったようなこのぐらいの、うん、ここが差し枝ってなると結構ね、その枝の動きの中で結構遠いところが出てるんですよ、まあ、この立ち上がりから比べて結構動いて、でなるべく半圏とか圏外っていうのはもうコンパクトになるべく冷たいんですよ、立ち上がりから近いところが出てて、はい、となるとこれを使うのかっていう風になってくるんですね。なるほど。ただやっぱりセオリー的には、まあ、おかしいと、内側に出てるし、ね、それが長くなってるんですけど、実際、まあ、展示会とかっていうそういうのに目を向けると、こういう出方をしていてもしっかり棚ができていれば飾ってる木って結構あるんですよ。あ、そういう持ってき方が一番なんだろう、無難で、無難で、この迫力を出すにはそれが一番いいんじゃないかなっていうのは思います。あともう一個ぶっ飛んだ発想になれば、逆に、まあ、これは切る、まず切る、うん、太いのは切るんですけど、うん、これが頭になってもいいのかなっていうのは、一番下のそこは頭にするんですか。たらめちゃくちゃ時間かかって、うん、飾れるまで時間かかるけど、うん、逆にこれを伸ばしてくるっていう、下にこう、これを
こうやってこっち下に、ああこういう風に確認して、これが頭でこれよりも下にこいつらを落とすってことですか。そうすると、あ、この木は面白いねっていうような、ひろひろとこうこういう木ができる想定ですね。半圏というより圏外の、もう大圏外大圏外に近い持っていき方がっていうのは、なんでこれがっていうと、一番短いんですよ、これが。こいつらを使うっていうよりも、そんな考え方もあるんだね。はい、ただそれにはやっぱり時間もかかるし、評価が分かれる。それよりかは無難な、どっちかというとオーソドックスであるけども、圏外のような、まあ羽出しに使えるような、羽出しに使える、はい、そういう域に持っていく方が無難なのかなっていうのは僕は思います。なるほど、まあ、いろんな答えがあるって感じでなんですか ね、 ううですね、正解ないですもんね、うん、では、はい、カンタさんは、まあ、ちょっと無難にこう半券に行った方がいいんじゃないかみたいな感じ、うん、あとはもう一個は、ね、こっちだったらすぐにできますよね、あ、こっちだったらもうすぐに、落としてもうちょっとこういう風にして、あ、そういう、それだったら出の悪い差し枝みたいなの切ってもいい？これ？うん、切ってもいいんじゃない？それあんまり好きじゃない私は。うん、なるほど。まあ、なんでこんだけなってるかっていうと、無理くり使おうとして、長いのを手繰っているから、こういう曲に通りになってるんです、ね。ああ。選択肢が4つぐらいあるのかな？ありそうです、ね。自分が思ってた以上にあるっていうことが分かって、はい、まあ、良かったかなって。終わり？終わっちゃった。ごめんごめん。で、三島さんどうするんですか。いや、4つぐらい出たんでどうしようかなと思って、やっぱり、まあ、あの視聴者さんのこと考えて、お、何県外する、県外、まあそれはすごいチャレンジーなことなんで、あのバンジージャンプぐらいのまああとはそれなりの盆栽って形になる、だとやっぱこのね、まあそれでいこうか、これ使ってやりますか、やりますか、まあね、ね、カンツさんのディレクションでいつも通り、はい、そして私が針金かけて少し、直していただいて、プロのちゃんと技術をね、皆さんにお見せできる、そしてそういうのを共有できるっていう、この構想4つをみんなでこう考えられたってことも、なんかこうね、俺だったらもう、ね、俺だったらこうするみたいな視聴者もいると思うんですけど、そうね、結構ね、多分まだありますよね、作り方あるのかもしれない、うんうん、いや、そうじゃないよって人もね、いるとは思いますが、はい、はい、ということで、じゃあカンタズディレクションで作ってみたいと思います。はい、まあ、やることとしては、じゃあまずは、あれ、ね、もう枝抜くとこないですかこれ。そんなない、抜くものもない、もう目数を少なくぐらいでいいですよね、うん、ちょっと長いのはこの辺とかはね、長いかもしれないから、はい、こういうのを先だけ取って、うん、でなるべくこうじゃなくて、うん、これぐらいの、あ、はいはいはい、最初の構想だとこうだったんですけど、うん、そうです、それだと単純に上にストーンと上がってストーンと落ちる感じなんで、うん、まあ、それよりかこっちこういう風な角度の方が動きが出ます、うんうんうん、なるほど、ずっとこういうかはこれぐらいにした方が、はい、まあ、なるべく伸ばすような針金かけの方がいいですね、はい、こっちにね、伸ばすような針金かけ、はい、もう芯になる幹からかけちゃって、じゃなくてもう枝、いや、いらないですね、わかりました。じゃあもうこの一発目の枝から、はい、か、これとこれとか、うん、っていう感じでいいですね、わかりました。それじゃあ針金かけに入りたいと思います。はい、はい、どうぞどうぞ、一回どうぞ、今オープニングなんですよ、長くね、これ、それがいらないんじゃない、ここ、じゃあ、あの長いって言ってた枝をちょっと落としていきますね、これで、はい、ここ、うん、お、ちょっと残すとかない、ない、はい、ちょっと残して、はい、これで、これでね、棚ができるから、はい、十分、じゃあ、とりあえずはもしかしてこの飛び出てるのもいいじゃないかな、これもじゃあ行きましょうか、うん、はい、はい、でこれで棚をこう作るよって、まあ、先手としては以上ですね、うん、はい、あの棚を作った時にちょっと飛び出てるなっていうのは切っちゃえばいいんで、分かりました、こうしたらこうしてもいいし、分かりました、こうさっきのだと明らかにこう捨てた時にこうやって飛び出てたわけですよ、これが、うん、そうで、それを今回
と、まあ、こう棚にした時にこんなに出てるわけですよ。こんなに出てたわけ、それを視聴者の皆さん切ったわけですね。なるほど、どうでしょう、はい、簡単ディレクション、ありがとうございます。バッチリです。手で言うとこうなんだ、これこうなる、手で言うとこうなるす、中指が長かったすごい分かりやすい、グワシに素晴らしい、グワシグワシこう斜めで切って、一の枝からてっぺんまでいけるところまで巻いちゃいます。はい、はい、で針金はかける枝の 1.5倍、おですね、枝の長さの 1.5倍、はい、とりあえずこれぐらいで切っちゃいます。角角に当たるように確か巻いていくんですよね。こういうのはね、よく上げる部分に針金が当たるように、ね、当たるようにっていうのを私も盆栽級で勉強してます。同時編じゃなくて、同時編でも勉強して盆栽級でも勉強して、うん、あのダブルでね、素晴らしい番組だと思いますよね。ありがとうございます。まあ、この、 あのピッチは45度ってよくね、僕も怒られちゃうんですけど、はい、ちゃんとやれてない可能性ありますから、皆さんしっかり45度のピッチで、針金をかけるとよりいいと思います。私はちょっと下手でよくあの、うん、いやーこのピッチは狭いねっていうのをね、しょっちゅうご指摘いただくんでね、あんまり参考にならないと思いますがでもそういう時はあの、いやここ細かく曲げたかった、あ、そうですね、そのとか言っとけば大丈夫、そうそうそう、いや、そういう考え方もあるんだよってね、そうそうそう、あの、言ってくれたわざとですよっていう感じを出せばバレないですよね、そうですね、あの、そういう逃げ方もありますね、はい、いやでも本当にいろんな考え方があって、見方があるって素晴らしいなって本当にね、さっきのオープニング撮ってて思いましたね。それをこう、みんなでこうやって話せたり共有できるっていうのは、うん、僕は本当にこの陶磁園の教室とか盆栽のなんか醍醐味でもあるのかなってね。そうですね、うん、なんか一人で作業をやるんだけど、うん、みんなでこうやって共有できるっていうのはなんかすごくいいなって、うんうん、まさしく盆栽球見てる方はね、動画見て共有してんでしょうけど、うん、作り方とかでも、うん、なんか理系と文系ありそう、あるかもしれないですね、その感覚で、うん、センスでやる方、そしてやっぱりセオリーがある、セオリーあるね、でそれを見て勉強している僕たちもいるわけで、うん、まあ、とりあえずこんな感じで一回巻いてみましたんで、あと細かい針金かけをして、まあ、棚を作って、まあ、カンツさんの言ったディレクションに近づけて、ね、仕上げ見てもらうという形で、はい、一回ここでカットしてあったかい中で作業していきますじゃあここまで、ね、はい、はい、じゃあ次にスキップ、はい、盆栽Qストアで通販もやってます。詳しくは概要欄をご確認ください。こんな感じでしたっけ、そんな感じでしたっけ、針金掛けが終わりました。曲げていくと、そうですね、ちょっと私なりにやって、でさ、カンツさんに見てもらって仕上げていきたいと思います、はい、はい、じゃあ言います、どうぞ、はい、じゃあスタート、スタート自分で言わなくていいけどこれあれか、こう見せながらやるった方がいいんだよね。 YouTube でスーパースター見せます。いや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 、中年の星を目指していきたいと思いますそんな喋りながら、はい、やバキとか言って、あ、そうですね、販売してる、はい、これもっとこ、確かこっちへ持ってこいって言ってたね。これちょっと自分の方向でやっていいですか。どうぞどうぞ、まずは差し枝を、差し枝の操作どうする。三島大先生、いやいやいや、先生じゃないですよエリート初心者ですよ、エリート初心者ね、僕の肩書きは。あー、ちょっと上がんないな、分かんないこれもう すぐ やってほしいぐらい正直これをどうやって操作していいか分かんないです。多分棚作ってくるんですよね、これね、ね、案件ってことは。いやちょっと本当はね、やりながら曲げた方が良かったんですけど、まあそうですね、でも私はだいたいかけちゃってから、お疲れ様です、かけちゃってからいつもね、そうしてます。あ、そうですか、はい、僕は結構曲げながらやったんですか、うん、なんかね、なんかそういうやり方になっちゃってるんですよね、なんかそういう曲げながらのが、うん、いい、最初にね、形も考えてやってるから、隙間ができにくいそうかもしれないのかなとか思う、うん、そうだと思います、うん、ちなみにあのこの木、はい、あの盆栽祭りで
購入しまして、どこで何屋さん、生徒が出してるブースの隣に小春園の小林先生から買わせていただいて、でこれ買った時にお前腕上げたねみたいなこと言われたんですよ。で嬉しくってあと3つ買っちゃいました、うん、というエピソードが実はあります、これだって、ね、針金掛けとか特に見てもらったわけじゃないですけど、うん、これ買った時に見た瞬間、はい、いやすごいね腕上げたねみたいな踊らされてますね。まあそうかもしれないだから何にも見ねあの腕とかじゃなくて、まあ、ただ選ぶ気が変わったねみたいなことはおっしゃってくれて、まあ、それまではやつもよく頑張ってるねみたいな感じであのいつもね叱咤激励されてたんですけど、まああのこれ買った時は褒めてくれた。そうですね、まあ先生の気っていうのもあるんでしょうけど単純にそれかっていう、ただなんかそれで勢いがついて、うん、まあちょっとお高い盆栽もちょっと買ってみようっていう、ね、なんかそういう風にはなんとなくなってきましたよね。いいお値段しそうな、お値段しましたね。それだけお話ししたかったんです、はい、やっぱねやりながら喋れない、昼間さんとかすごいなってこのね棚の作り方やっぱり全然違うんですよ、そのカンさんと。最後ね仕上げを撮ってくれると思うんですけど、その時にぜひねやり方僕ももう一回動画見て勉強したいぐらいなんで。じゃあ三島さんが作り終わって、うん、その後カンさんにいじってもらったので、うん、企画画像出します。そうですね、そうしてください、うん、あの そういうのがよりいいんじゃないかなって。道の枝持っていけないんですよ。忍者来た。細いんだよ針がね。そうだよね、やっぱ遅かった。やっぱ4ですよ。4か。もう1本3かけとく。無理に無理に、やっぱり、いや持ってけない。針金を追加して、さらに曲げております。ああ、ま、ちょっとダメだな、これ以上は危険。うん、僕は持ってけない。まあでも枝で持ってっちゃえばいいじゃないですか、そこから先。これね、うん、これみんなに見せんだもんねあんまり恥ずかしい。まあいい、私は別にそういうのないから、うん、むしろねこんな違う、まあ、いろんな人よく出たねあなたってなっちゃう。いろんな人の意見がねあると思いますけど、まあ言えると思うんで、ね、いいんじゃない。ここをね持っていけない、ちょっと終われちゃって、うん、いやーごめんなさいって感じ。木にごめんなさい、僕でごめん本当いやー難しい。まあいろいろ操作したい。ああここもいやダメだなちょっとこの辺で、まあここと、まあ、若干なんですけどここその辺がやばい、やばそう。はい、あとここ、うんうんうん、なのでそこやばいっす、やばいですね。やめときます。これで不本意ではありますが、うん、あの高かった木なんでカンタ先生にとちょっとバトンタッチしていただいて、仕上げを、まあ今できる仕上げっていうの、いやこれで全然ダメだな。これがもっとこの辺来そうな気はしますけど、うん、行くのかな、ね、ここ重なっちゃってますもんね。うん、行くよ。これはね動くんですよ、まだこうやって。ああなんかここがなんかね、よ上から見ると全然良くないわ。こう見たらこれがここに来そうな気がするけど。そうですね、どうなんですか。いや本当その通り、もっとこう巻いて扇で開いて、ね、ここが分かんない。その辺はちょっと先生に聞いてみます。ヘルプして、これがねいいのか果たして分からん。じゃあ一回行きます。一回もうやめさせてもらって、やめさせてもらうわ。どうもありがとうございました。全然ダメです、ごめんなさい。ギブアップさせてもらいました。ここまで三島さんはとりあえず、でもまあコンパクトに、そうですね、なって木の流れも見えますし、はい、いいんじゃないでしょうか。まあ、とりあえずこれが限界かなっていう、うん、はい、でこっからちょっと、まあ、カンツさんに少し仕上げていただきたいと思いますので、はい、交互期待というところで、はい、じゃあ変わります、はい、袋も取ったんですか。取りました。取りました。ここはどんな感じ。そこを避けた。あのすごい避けてはないんですけど、見えちゃったみたいな。これはやっぱりね、うん、極端ここへ持ってきたかったんですけど、これぐらいでしょう。まずああなる。まず最初にこう足枝を作るわけですね。ざっとこんな感じで1回目とりあえず。これは無理くりこっちにする必要ないんですよ。だから避けちゃったんでしょうけど。うん、ここも
見せたいは見せたいけど、うん、逆に言うと隠したいっちゃ隠したいんですよ、この間延び、うん、間延びだから。これはそのためにこうやって短く作ったわけですよね、うんうん、棚をね、最初に 長いところで、はい、だって出が悪いわけじゃないですか、差し枝の出を隠すみたいな。そうそうそう、まずこれは下げなきゃいけないですね、この角度なんですよ ね。そうですね、上がっちゃってますよね、これが枝を全体的に下げて、微妙な状況です。もうちょっと喋ってもらえるとありがたいなと思います。先生、基本的には枝は下げたいんですよ。で、さっきの三島さんの間と下げる場所がないから下がんなかったっていう感じですね。だから下から順に下げていかないといけないですね。趣旨としては、あの差し枝から順を追って、そうそうそう、下からやっていくっていうのがセオリーですか、ね、じゃないと上が下がんない。だからだん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 こう迷ってる感じらしい。なんか僕上からずっと見てるからかもしれないけど、やっぱ空間の、あ、そうですね、うん、埋め方っていうことかな。の枝ができたから、その上にこう、うん、枝が配置されて隙間を埋めていくみたいなね。まあ変な話、この辺ないじゃないですか。ないですね、そこだけ。ただまあ吹いてくるし、うん、こんだけ2個当たれば、うん、で、みんな熱も持つし、実際こういうのがね、こちら辺にカバーできたりとか、こういうのでちょっとね、使えたりすると、それで、うん、全然おいおいで大丈夫な作業ですよね。迷った時はちょっと上から見たらいいとかあります？そうですね、上から、まあどっかを抜いて、どっかをその違う枝でカバーしてとか、そういう感じで要所要所で間を埋めていくといいと思うんですよね。折れてるのが結構多い。ああ、はいはいはい。上のやつは針が切れるときに折っちゃいます。ここはすごい気をつけないと、はい、下向きの葉や折れた葉っぱは綺麗にと、うん、裏枝のがちょっと伸びたの、畳んでる感じですか。はい、全体の輪郭からちょっと出てると、すごく丁寧ということだと思います。いや、ね、ピンセットとかで葉っぱ取って、盆栽だから綺麗にね、使わないと。やっぱり差し枝だね。差し枝、盆栽は差し枝。本当に。これが神田先生が直した感じ。いやー、盆栽になりましたね。今だとこれなんですけど、将来的にやっぱね、これぐらいにしたいですよね。もっと、うん、だからここを伸ばさないと、うん、差し枝がね。そう、今だとこれが、まあ、まとまる形であるんですけど、うんうん、もうちょいこっちを伸ばしたいですよね。なるほど。ここをちょっと元気つけて、うん、だん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 これぐらいになってくると、よりこの角度でも生きてくる勢いがね、うん、そうなるとこれが一番上になった方がいいのかな。基本はそうですね。どうですか、三島さん。いや、やっぱり下手打った私の下手打った石の枝の操作からやっぱり大事なんだなっていうのを本当に見せてもらった、まあ、ちょっと勇気いりますよね。いりますね。ちょっと自分はこっちへ持ってけなかったもんですから、やっぱりそこ1個目はちゃんと持ってけて、スペースが空いてきて、まあ、棚にしてもらって立体感が出てもらっ、してもらった、まさしく盆栽にしてもらったっていうところなんで、本当にまだまだ勉強していかなきゃっていうことを教えてもらったなっていう、はいはい、そして盆栽にしていただいて、まあありがたかったっていうかね、嬉しい限りですね。神田先生、どういったところが三島さんがこうなんかつまずいたのかな、うんうん、まずどのぐらいのコンパクトさにするかっていうのをまず考えておいた方がいいかもしれないですね。この木の幹の大きさに対してどのぐらいまで縮められるかっていうのを考えとかないと、どん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 枝を長く使っちゃったりとか、下げられなかったりとかして、どん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 上の方に詰まってるような状態なんです、頭できた瞬間に。なるべくやっぱり、ね、頭の方は小さくしていきたいので、あと下枝をどん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 下げていかないといけないですよね。下から順に下げて下げて下げてっていう風にやっていくと、非常にコンパクトになることができるので、うん、ここかな。でも下枝がこの位置っていうのはやっぱ構想の段階でそこに持ってかなきゃいけないわけだから、ね、やっぱり最初に頭にこう完成をある程度描いておかないとっていうことでね。あとはどれぐらい
操作にはどのぐらいの針金が必要なんだろうっていうのも考えとかね、うん、なるほど。だいぶかけてますからねこれ真っ黒だからでも将来を感じさせるというか、盆栽って感じですね。いや、まあ盆栽にしていただいたっていう感じですね、うん、最初の状態と比べると全然違う、まあ、という感じかな、うん、というわけで、はい、今日は五葉松を作りました。作りましたね。満足。いや、もう僕は大満足ですね。大満足、はい、ちょっと私の拙いあの技術もお見せしちゃったところありましたけど、むしろカンツさんが最後ね、あのこういうところが足りてなかったよとか、そういうことが聞けた。そして実際にカンツさんがやってる映像も出ると思うんで、ぜひね、うん、その差とか、あこういうところ自分もダメだなってところ みんなで共有できたら、僕は出た甲斐があったんじゃないかなと思いますので、うん、すごく良かったです。意外とこういうサイズやってみるとね、うん、やって気づくことが多いですよね。本当ですね、うん、はい、小さいとね、枝の操作って結構やりにくかったりするから、うん、というところでまず構想なんですよね。まず構想、そこが構想会でしたね。いや本当ですねあの構想会、ディレクションから始まりね、うん、構想がまずあってのありがいかけかなと思うので、なるほど。僕も最初に言ったように石飾りの箱の中の外に出た羽出しとかで使えるようなっていう言い方してたのは、うん、そういうイメージを持ってやってるってことなんで、まさしくそこからもうイメージされてるっていうところが、私なんかそこは全くもって意識できないので、やっぱりそういう差って大きいんだなっていうのが、うん、本当に私も分かりましたね、うん、だから、まあ、いっぱいね、いろいろ本とか、ね、展示会で見て、ね、ああ、意気あったなっていう感じでやってもらえるとイメージしやすいんじゃないかな。いや本当に、なるほど、そうかもしれない。じゃあ締めてください。わかりました。もうこれを言うためにあの、うんうん、今日頑張ったと思ってますから、はい、じゃあ皆さんいいですか、はい、準備大丈夫ですか。準備、はい、なんて僕はなんて言うじゃ あのいつものやつで締めたいと思います。レッツメイクアニューボンサイ、緑の芸術革命起こしましょう。バイバイ。バイバイはい、どうでしょう。ありがとうございます。あ、よかった。ありがとうございました。